中京 TV スポーツ。おばあちゃんとあれでしょ、孫みたいでしょ。なんでこうなったんだろうって言っていつもそうやって。そうで何回目？28回。女子バスケットボール日本代表で東京オリンピックでは銀メダルを獲得した愛知県豊橋市出身の高田真希選手。現在も日本代表として活躍する一方で、コロナ禍の去年6月には生産者を支援するためマルシェを開催、社会貢献活動も行っています。そんな高田選手が先日訪れたのは、81歳になる新海長子さんが一人で切り盛りする知多市の梅農家。総売梅という市が天然記念物に指定する貴重な品種が収穫の最盛期を迎えていました。海外行ってて帰ってきた次の日の朝から来ました。でもやっぱ来たかったんですけど、やっぱ来れなかったんで、まあ、来れる時にずっと収穫してるわけじゃないんで、期間が決まっちゃってるん で、今年結構雨が多くて下に落ちちゃって商品にならなくなっちゃったりするんで、去年から時間を作っては新海さんの手伝いに来ていた高田選手。そこには困っている新海さんを支えたいという思いがありました。こういう時代だな、私で守りきれんやつは娘にはやれとは言えない、大変だしね、実際やるとね、大変だし、ね、お金にもならないし、ね、ならない、一昨年旦那さんを亡くした新海さん、梅の単価が安いため後継者が見つからない、それどころかアルバイトも雇えないという問題を抱えていました。およそ150本もある梅の木、斜面も多く、81歳の高齢には厳しい労働環境です。結構きついだよ。それこそ本当に尻餅つくわねえ。マキちゃん、あんた20キロ持って降りてきて滑ったの。ね、尻餅で済んだでよかったけどね。そうそう、ね、骨折とかするのもね、するよ ね、 ね。そこで高田選手は去年、新海さんの総売梅を使った梅酒や梅シロップをプロデュース、クラウドファウンディングで支援を求め、その寄付金を使い、すごい、これ牧さんが作ったやつですか。そうです。滑りやすかった斜面にスロープを設置。新海さん、今では重い荷物を持っても安全に運べるようになりました。もともとは梅酒が好きだっただけという高田選手、新海さんと知り合い、一緒に汗をかくことで生産者の環境を改善したいと考えました。さらに、私の行きつけのお店の大将です。梅酒とか梅シロップも買わせてもらって、みんな出してるやつをお店でも出してくれてて、お客さん喜ばれますね。こっから始めたいじゃないですか、やっぱり作る過程も知りたいんで。この日はおよそ20人ものボランティアが駆けつけ、収穫のお手伝いをしていました。おにぎり、美味しいですよね。高田選手の行動が新海さんを支援する輪、さらに人の交流の輪を広げています。あんなに忙しい人がこんなにいろんなことやれるんだっていうことを、はい、見たらすごいもう感動した。私も銀メダルとって人間じゃない。女性としてはすごい憧れです、ね、あ、嬉しいです、はい、ありがとうございます。すごいかっこいいです。いや、嬉しいです、モチベーションになります、自分の、はい。今後も新海さんをサポートする中で、総売梅の価値を上げていきたいという高田選手、地元の生産者を支援する活動は続きます。あ、これだけ大変なんだとか、これだけ労力がすごいかかってるんだとかっていうのを、この感じると、なんか値段だけの価値じゃないなっていうのがすごく理解できる部分がたくさんあるので、こういろんな人に知っていただきたいなっていうふうには思ってます。
高田さんの思いが行動につながって、どんどんこうやって手伝ってくれる人も増えてるんですね。そうですね。もちろんこう高田さんとしてはね、こう梅の農家さんを支援したい、地元を愛知県に対してすごい貢献したいという思いもあるとは思うんですけど、ただ高田さん自身がこう見てたら、すごく楽しみながらいい気分転換になってるのかなっていうような、そんな印象を受けましたね。そうですね。楽しみながらやってある。この総理梅っていうのが千田市の天然記念物っていうことですか、それがやっぱり守る人がもっとね、普通に増えていくといいんですよね。そうですよね。